お客さん持ち込みで持ち込み、はい、これをつけてくださいって持ってきたんですよ。はい、ここっすよね。あ、マイワルリアバンパーディフェンサーというかな、はい、の部分を今純正のプラスチックだけどこのエコラティ、ああエコラティ、はい、あ、ぶっちゃけこれ回るかどうか分かんないですよね。よくあるパターンですけど。ああ、そうですね。あとここも割れてますしね、すでに一番割れてて欲しくないところが割れてます。ああ、面白い。ほら反対側勝手が違うでしょ、これ。反対側入ったから油断したら勝手が両方関節使うとかあると後で絶対やります。じゃあこんだけフィッティング合ってるんでいいじゃないですかね。うん、じゃあ補修していきましょうか。はい、こっちも割れてる。はい、じゃあ FRP を貼っていくんですが、外すときに結構割れました。またじゃあちょっと先に俺がお手本見せようかの方がいいか。あ、はい、まあ、部長も FRP 何回もやってると思うけど、やってるんですけど、まずこの FRP をこういう FRP きれいにつけるために補修する道具としてあればいいんじゃねっていうぐらいで、絶対ないとできないってことはないんですけど、あったら楽じゃねっていうのがこいつとこいつ、ダブルアクションなんですけど、細いところ入りやすいですね、うん、これも、はい、でベビーサンダーも細いところ入りやすい、うん、結局つけては削る、つけては削るの繰り返しなんで、あとこれが一番楽です、リューター、うん、これも細いところ削りやすい、うん、この辺の細かいところを削るための道具組み立ちがあれば楽です。じゃあ、早速この割れからいってみようかな。1個だけありますね、ここ、こっちの両方割れてますから、うん、ネジネジとか、うわ、いや、遠慮すると絶対後でまた割れるんで、一番恐れないといけないのはやった後にもう一回割れる、うん、これだけは嫌だよね。じゃあ割れないためにどうするかっていうのはみんなやる人それぞれによって分かれてくるんだと思うんだけど、まずはもう割れてるところを丸にしちゃう、これが基本ですね。バシって言ったでしょ、もう薄皮一枚になっちゃったから、ここは置いときます。これなんで置いとくかって、あの FRP 乗せるための土台、ただ、うんうん、だから1回で決めようとしなくていいんで、こういう時は絶対。一発目は固定するための FRP、土台みたいなイメージで。で、2回目で補助の FRP、2回に分けて全然いいと思います。この小ささでも。そうすることによって、二度手間に思うかもしれんけど、確実性が出てくるんで。それで割れたところの8割9割がなくなったと、うん、映ってる、うん、真っ白やろ、カメラね、大丈夫。っていう感じです。で、OK ね。なんか FRP といえばドバッとつけるイメージあるかもわかんないですけど、こういうシビアな FRP は
ちょっと貼り方が変わってきます。まずこれ、あとちぎりますよね。で、これをこうやって貼る人も、こうやって貼る人もいてると思うんですよ。この場合は、こいつをちょっとバラします。これ結局クロスになってる方が強度が出るんですよ、こうバーッと繊維が、うん、ただクロスになってることによってやりにくかったり、うん、ちゃんとひっついてなかったら、うん、これこそ本末転倒じゃないですか。なので今回はバラします。本間の線にします。これ本当人それぞれなんでこれが正解って言ってるわけじゃないんですけど、まあ見ててください。この FRP の樹脂の量とかは説明しません。もう分かってますよね。ゆっくりでいきます、ね、一応うちのチャンネルプロ向けの動画なんで。みんな見てくれてありがとうね。ありがとうね。ありがとうございます。OK。じゃあいきますね。はい、筆使ってもいいんですけど、もうジャンプタイムで取りに行きます。どっちを手にしたらね、てかもうこれだけでもいけそうでしょ。いけそう。ただ強度がちょっとこれじゃない、出ないんで、これで強度を出すっていう意味ですね。あと厚み、うん、2号、え、3号じゃないのそれ。薄い薄い。ほら、もうフラットになってきた。要はこれ何がしたいかって後であんまり削りたくもないんですよ、うんうん、めんどくさいじゃないですか、余計なとこ入れて、うん、結局余計なとこ削って、だからスマートに一発で決めるっていうのは、まあ、そこも含めてなんですけどね。入れないといけないとこにしっかり入れて、入れなくていいとこは入れなくていいよねっていう。気づいてる方いるかもわかんないですけど、実はこれでクロスになってますからね、うん、横立て横立て。終わりです、うん、これでとりあえず割れたところの9割を、新しい FRP で埋めましたと。で、余計なところ削る、もうこの場合ほとんど削らなくていいんだけど、頭だけ飛ばして、でこの横にはみ出たやつもベルさんでピッピッと落とせばもう一瞬で出来上がる。で、あとは裏からもう一枚だけというか液体だけやるかはちょっと後で判断します。とりあえずこれで一旦待ちながら墓長が次反対側やっていこうと思います。はい、墓長今始めるんですけど、いい質問してきたね今、うん、ここが、こっちの部分とこの表面の部分まで割れてるよね、見えるとこ、これ見えないとこ、見えるとこ両方一気にいくかっていう話なんだけど、やっぱこういう時は2回に分けた方が早い。絶対まずこっち固定してから、うん、でこっちは拾うようなイメージ。ここがしっかりしてれば絶対ここ割れないで、 2個一気に覆おうとすると割れる可能性が出てくるよね。さっき言ったようにちゃんとひっついてなかったり、うん、熱くなっちゃったりとか、変なところに気を使って、うん、結局違うところ肝心なところが治らないっていうイメージ、うん、まず一番肝心なのはこの帰りのところを強度を出す、しっかり。そう、こんな小さいところで2巻分けるかっていう人おると思うけど、意外とそれの方が早いからね、うん、最終的にどうなってるか、貼り付けた時にそう浮いたりとかな、ハイエースで削っていきます。はい、削っていきます、削っていきます。
減りすぎた、もっともっとペラペラなるまで、ギリギリまで、だいぶペラペラ。魔法の粉、あもうちょいだね。どうね。ペラペラだ。オッケー。じゃあ行きましょうか。何が起こったかってわかる？もう見えたね。理由が違う。穴開いてるでしょこれ。ポコポコって。うん、これ気泡なんよ。ここもそうやったけど気泡でなくなったでしょ。うん、だから気密性がないよね、うん、最初の作った時点でこの穴が気泡が開いてるから ここで一番開いたらダメなところで、だから割れるの弱いんよ。だからこの気泡はしっかり落としてあげる。でもこれぐらいでええと思うんや、うん、もう気泡じゃないやんか。もうこいつは土台として利用して入れる。 OK、 じゃあ次行こうか。ちょっと土台ごとなくなっちゃったね。順番に入れていこうか、先にね。はい、料理してるみたいな。うん、えのきみたい。いいんじゃない？先に液体つけてからね。これは基本ですよ。あ、先に液体つけてからね。じゃないとしっかりくっつかないからね。でちょっと仕込んどいたんだけど、はい、あまりにも気泡がすごすぎて本来残しときたかった土台がちょっとなくなっちゃったんで、うん、裏からマスキングテープ貼ってます。でちょっと支えてもらうというイメージですね。なんかアルミテープとか貼ったりもするんやけど、うん、もう今回もうそのアルミテープを貼るほど FRP を貼らないんで、うん、もうマスキングでいいです。アルミテープっていいとこって硬いんですよね、うん、耐えてくれるんですよ。だから結構分厚くの塗ったりできるんやけど FRP、うん、まあ、そんなに塗らないんでこの場合こんなんで十分ですね。ああいいね、ちょうどやね、気持ちいいね。昔は FRP 職人さんいっぱいおったんやけどな。FRP おじさん。FRP おじさん。少なくなったよね。板金塗さんにも FRP 置いてるとこ少ないよね、もう多分今。多分少ない。触ったこともないっていう人多いみたいだよ。板金屋さんでも。そう、ぶっちゃけこれカスタムショップとかのやってるような仕事やからね、この内容っていうの。
散々いろんなやり方してきたけど、これが一番早い。早い。早い。ガーッと削って、ベターって貼ったりしてたんね、昔は。うん、どうしても、その、わからへんやんか、大きく貼った方がいいんじゃないかとか、思うからさ、はい、パテみたいに。まあ、違うよね、FRP の場合って。もう余計なところにベラーッと垂れていくし、液体が。ほんで、またそれを問わなあかんやんか。そうですね。うん、意外とその時間がすっごいロス食らってるってことにやっぱ気づくんよね、後で。ここはみんな筆の方がいいと思います。ちょっとやりにくいね、その。え、あ、筆ね、うん、ちっちゃい筆その方がいい。あの習字のな、ちっちゃい筆あるやんか、うん、あります、うん、あれ使ってください。もうちょっとやね、ちょっと高いぐらいまで持っといた方が、今週もあれですね、なんだかんだ YouTube 見てお客さんいっぱい来てくれたね。そうですね、たくさん嬉しいですね、見たよってね、事故して絶対もうこっちに持ってくると決めてましたってね、DIC に持っていきますよって言ってほんまに持ってきてくれるか嬉しいよね、はい、鳥取だったっけ、一番遠い人で、この間鳥取だよね、名古屋の方も名古屋来てくれたね。としてはあれかな、牛丼で言ったらつゆだくみたいな感じ。つゆだく、うん、ちょっと液体の方が多めの方がいい。液体もね、最後なんやろ、ブリュレみたいになる感じ。なるほど、ポコッとちょっと薄い出るぐらいで液体で最後フィニッシュの方が削りやすいです、最後、うん、FRP は残しときたいからね、うん、その繊維は。いいんじゃないですか、うん、シンプルですよ。OK、はい、なら左側はこんなもんか。そこは怪しない、そここれそれ怪しい、割れてるわ、割れてる、うん、OK、そこも行こう。じゃあじゃあちょっともう一気にやっていきましょうか、はい、カメラ、FRP が入れ終わりました。で30分ぐらいちょっと2人でドライヤーで炙って乾いてますと、うん、いうことですね。でまあ、ここからは削っていく作業に入るんですけど、ここにペーパー用意してます。80、120、180、とりあえず様子見て80からやってみます。でここいつも悩むんですけど、僕もこう手でいってもいいけど、うん、時間かかるよね。うん、硬いっすよね。だからこれで、ある程度を削ります。いきます。
からはね、あれベビーさんどこ行った、ベビーさん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 、工具のありとあらゆるものをパッパ使い分けてやっていく、これが基本ですね。これがやって遅いなと思ったらベビーさん使い分けていく。で、ここにちょぼっていうか段差があるんで、ここは削らないようにして、ここ40番です。手でいくときは粗いので大丈夫です。180万で最終的にいつも悩むのがパテを入れるかどうかだよね。うん、理想はもうパテなし、やっぱりこうなんていうかな、こういう極部っていうかデリケートなところパテ入れるのって怖いよね、割れる可能性があるんで、うん、やっぱり FRP で最後ピシッと決めたいよね、理想としては結構難易度高いけど、ちょっとぐらいの気泡というか、を埋める分にはいいと思うんやけど、うん、大きくパテいくのはちょっと怖いかな、リスクがある。これでだいたい今ので10分ぐらいですよね、うん、いい感じでしょ、うん、でなんか模様になってるから FRP と元々の、うん、そのこの黄色いパテも出てきてるし実際に、うん、その黒いのはゲルコートなのかなんなのかちょっと分からへんけど、怪しいので怪しき疑わしきは取っておく。はい、でこの状態で、カメラで分かりやすくするために落下柵を見ますね、うん、普段の作業だったらこのまま続けていくんですけど、視聴者の方に分かりやすくする感じ。はい、一丁りです。どうですか？おぉ、ちゃんと返して。ガチガチやね。おぉ、うん、と、こんな感じで補修が一箇所一箇所終えていくと。はい。ちょっとバシッと綺麗にスコーンとはまって。カッチーなんですよね。これが気持ちいい。はい。なんで、じゃあ部長やっていきましょうか。はい、ちょっとですね、
FRP ってさ、結構嫌がる人多いけど楽しいよね。楽しいですね。楽しいよね。形作れるから作るって感じやもんね、本当に、うん、直すっていうより。わかる？この道具の使い方、今のてんこ盛りの FRP で形がなかったでしょ。これが2、3分でできちゃうわけですよ、はい、工具の使い方によっては。これがやっぱり20分とか30分かかる人もいてるわけで、こちょ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 やったりね。だ、大きいベルさんここに対してどうなんって人もおると思うけど、うまいこと手を添えて使えば荒出しができるんで、あと細かいのをこの180番で最後やると5分以内で終わっちゃう。
眠たいんやろ。眠たくないです。眠たいな。眠たくないです。自分のペーパー当てるのに催眠術にかかってるな、簡単にかかってます。あ、これあれやね、綺麗になってるかっていうか、巣穴とかがないかの確認やね、割れがないかとか。そうです、のための落下策です。はい、ありがとうございます。はい、まあ、FRP の仕上げにしては上出来なんじゃないかな。もうここに縦打つ必要ないでしょ、多分。いいんじゃないですか。じゃあもう今日は帰る。うん、はい、じゃあ一旦ここで終わります。お疲れ様です。ギリギリ狙うんやで。うん、邪魔て。手が邪魔。手が邪魔。どうしよう。あ、私が押したいんですか。そう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 。ここで。俺ディフェンス押されてるから、そうそう。バンパー外に押して。できそうです。ギリギリやで。バンパーそのギリギリ狙うんやで。ここ？ここ？そう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 。そう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 。うん、私マニトリル使ったことないの。まっすぐな。そうやな。一番大事なんで、止めるのが大事だけど、スラが出てるか見ながらやる。今思っきり表で押さえてる。こいつがしっかり押さえてくれるわけですよ。うん、はい、ご苦労様。はい。